ハーディフのキャラハン男爵レナード・ジェームズ・キャラハンはイギリスの政治家。第70代イギリス首相として労働党政権を率いた。労働党の巨人と称された他にもサニー・ジムやビッグ・ジムの愛称があった。1912年3月27日にイングランド南部のポーツマスに誕生する。父親を早くに亡くしたため、中学校を卒業後に16歳で、 税務署職員として働き始める。すぐに組合活動を始め、24歳で全国税務職員組合の副所記長となる。その後、1946年に労働党から庶民院議員に立候補し、当選した。運輸政務時間時代は、鉄道国有化に関わる。1963年に労働党党首のヒュー、ゲーツケルが休止すると、右派の一部の支持を得て、 党首選挙に立候補する。結果は再開に終わったが、1964年に、ウィルソン内閣が発足すると、大倉大臣として、閣僚入りした。ここでキャラハンは、国際収支赤字に苦しむポンドの防衛に対応することとなるが、これに失敗して、ポンド売りが殺到してしまう。内務大臣を経て、1974年には、外務大臣に就任する。ここで、 イギリスのヨーロッパ共同体残留問題に対応する。閣内は残留賛成派と反対派ではたつに割れたが、キャラハンやウィルソン首相は残留賛成派であった。結果的にこの問題は会員投票と国民投票を経て EEC 残留が決定する。1976年3月16日にウィルソン首相が突然辞任を発表した。 直後の同年3月23日には、ローデシアのスミス政権に対して、黒人の多数支配に移行することを求め、アフリカの白人独裁政権が終焉に向かう、きっかけを作った。なお、首相就任前に、グレートオフィスステートと呼ばれるサンポストを経験したのは、20世紀では、キャラハンが初めてであった。1976年、イギリス労働党党首選挙には、 キャラハンを含め6人が立候補する乱戦となったが、第2回投票、決戦投票を経て4月5日に、キャラハンが新首相に任命された。首相在任中は、処異、英国病によって、イギリス経済は、不振を極め、ストライキやインフレにより、社会不安が増大した。また、労働党は、党内構想により、左右両派が激しく対立し、キャラハンは、 行政サービスの低下に対して有効な対策を打ち出すことができなかった。1979年3月28日に野党がキャラハンに対する不信任案を提出するが、これが311対310の一票差で可決してしまう。労働党は5月3日の総選挙に大敗を喫し、鉄の女マーガレット・ザッチャーが率いる保守党との政権交代を余儀なくされた。 以後、労働党は1997年のトニー・ブレア、政権成立まで長らく政権から離れることとなる。1987年に一大貴族として南グラモーガン州カーディフ氏のカーディフのキャラハン男爵に助せられた。晩年は各国の元首脳らによる OB サミットに参加、核廃絶活動などに参加した。 2005年3月15日に夫人を亡くし、11日後の3月26日、イングランド南部イーストサセックスの自宅で死去した、92歳ボー1938年に、オードリー・モールトンと結婚して、カズオ事情を設けた。キャラハン家の紋章1987年に、以下の一大貴族借位を新規にノブされた。ありがとうございます。